クラマールは、フランス、イルド・フランス地域圏、オードセーヌ圏のコミューン。クラマールをゴーの一部を構成するが、残りは、プレシロバンソンをゴーに属する。現在、クラマールは、ジョルジュ・ブラッサンスが歌に取り上げた、クラマールの森で二分されている。バイコール・クラマール地区は、歴史ある、中心部で、プティ・クラマール地区は1950年代に、豆畑から都市へと変貌した新しい地区である。 この地区は1962年8月に起きたアルジェリア独立反対派によるシャルルド・ゴール暗殺未遂事件であるプティ・クラマール事件の舞台として知られる。路面電車が走るかつてのクラマール戦士時代より人が定住していたことがメンヒルの存在で推定されている。7世紀からラテン語名クレマーシアムとして知られていた。古くからクラマール墓地は死刑執行された。 死刑囚、特に、フランス革命中は、パリ5で、ギロチン刑を課せられた者を埋葬してきた。この墓地内には公開解剖施設もあった。1794年3月、パリから逃亡していたコンドルセは、クラマールの居酒屋で逮捕された。1858年、写真家ナダールは気球に乗って、世界初の空中撮影を、プティ・クラマール地区で行った。 1865年、アルフォンス・ドーでは、カザグルマコヤ・ダヨリを、クラマール滞在中に執筆した。1982年2月24日、プティ・クラマール地区にあるアントワーヌ・ペクレール病院で、フランス国内初の体外受精によって、新生ジアマンデイヌが誕生した。2004年11月11日、バイコール・クラマール地区にある、ペルシー軍大学病院で、搬送されて、 治療を受けていた痩せるアラファトが休止した。フランス西部とのアクセスがあるモンパルナス駅に近接するため、過去100年間でブルターニュ出身者が近隣のコミューンを含めた数移住した。また、アルメニア移民が数多くクラマールに定住し、ニット産業に貢献した。ありがとうございます。